ツちゃんテレビです。スズメが回る餌を食べれるか調べます。検証の一部始終をご覧ください。前回餌台に登る仕草が見られなかったので、足場になる石と餌入れを大きくしてみました。これで様子を見てみます。あ、という間に1週間経ちましたが、スズメが近づくことはありませんでした。次に植木鉢で周りを囲ってみました。スズメが近づかなかったのは周りに目隠しがなかったからだと予想しました。結果は丸一日見ていましたが、この日もスズメが近づくことはありませんでした。それならばと餌入れを丸い形状に変えました。これなら石に乗っていても餌台が体にぶつからなくなります。それと同時にスズメが慣れている透明の餌入れを横に置きました。これでどうでしょうか。残念ながらこの日もスズメが近づくことはありませんでした。次に考えたのは、回る餌台の土台部分を隠しました。慣れている餌入れが横にあっても食べに来ないということは、回る餌台に警戒があるということです。これならどうでしょうか。今回もダメと思った瞬間、スズメの姿を発見。最後にスズメが餌入れに近づいてから10日ぶりです。おいしい餌ありますよ、よっといでよっといでとつぶやいていたら餌入れにイン。おいしそうに食べていますね。スズメの姿を見ると、前回来ていた若いスズメではなく大人のスズメのようです。大人のスズメほど警戒が強いので、若いスズメがどこかに行ったのが姿を見るのに時間がかかった要因かもしれません。その後何度か透明の餌入れに近づく姿を確認できましたが、回る餌入れでの食事は確認できなかったので、次のステップに進みます。次に透明の餌入れの位置を上げてみました。透明の餌入れから回る餌入れに近づくと考えたからです。これならどうでしょうか。スズメが来ました。周囲の確認に余念はありません。問題なく登って食べてますね。その後隣の餌を気にしつつも回る餌入れから食べる姿は見られませんでした。ですが一歩前進したのは確実です。今日の観察はここまで。この続きは次回です。お楽しみに。